だけでいいんで。フォローしてよ。狙撃手倒して言わないで。逃亡者の姿を街頭カメラが拾いました。座標を送ってすぐに追いかける。逃亡者は心理的に立ち止まることを嫌います。信号機を操作して誘導しますので良きタイミングで確保してください。わかった。こちらでも逃亡者を確認。発砲許可は出ています。やれるようなら急いでください。分かってる。焦らせないで。繊細な作業なんだから。殺しちゃダメですよ。一人は生け捕りにしてこいって命令なんですから。射角に入った。足を止めるわ。いけないとこに当たったかも。どこに当てました？どんな弾を使ったんだい？頭がぐちゃぐちゃだ。距離が距離でしょ。弾が横向いたのよ。私のせいじゃないわ。足に当てるって言ったくせに下手くそ。なんでして？レナさん、聞こえますか？そっちで一人生け捕りにできないでしょうか？何？よく聞こえなかった。もう一度お願い。すみません、こちらで行う予定だった逃亡者の確保に失敗しました。誰でもいいですから一人生け捕りにできませんか？ああ、ごめん、今最後の一人を殺しちゃったよ。あらら、困りましたね。一人ぐらい残ってないの？あ、今の音何？何を撃ったの？ごめん、一人生きてたっぽいんだけど反射的に撃っちゃった。私の役目はもう終わりのようだから、そろそろ休ませてもらうわ。おやすみなさい。つい、バカだからごめんって。やりたくて始めた仕事じゃないけれど、引き受けてからには手は抜けない。好きで始めた仕事じゃないけれど、やるからには誰かの役に立ってみたい。客の顔が見えない商売だから、客に顔を見られてはいけない商売だからこそ、今日も京都で裏稼業。もし私たちが死んでも誰も泣かない。仲間はきっとみんな笑って送り出す。明日が来る保証なんてどこにもないのだから。